カイサリア・マリティマから出土したピラトヒブン。現在はイスラエル博物館に所蔵されている。指摘イエスの資料について。キリスト教の聖書にあたる新約聖書の本などのキリスト教の出典にはイエス・キリストに関する詳細な物語が含まれているが、学者たちは聖書に記載されているイエスの特定のエピソードの史実性について異なる見解を持っている。この点について、 学者たちの間で、ほぼ普遍的な同意の対象となっているただ二つの出来事は、イエスがバプテスマのヨハネによって、洗礼を受け、ローマ属州総督、ピラトの命令で磔刑に処されたことだけである。イエスの歴史を研究し確立するために使用される、ヒキリスト教の情報源には、フラウィウス・ヨセフスなどのユダヤ人の情報源やタキトゥスなどのローマの情報源が含まれる。 これらの情報源は、パウロ書館や、教官副音書などのキリスト教の情報源と比較される。これらの情報源は通常、互いに独立している。それらの類似点と相違点は認証プロセスで使用される。ユダヤ人学者のエイミー・ジル・レビンは、研究の状況を振り返って、イエスの様々な絵画には、すべての学者、または、ほとんどの学者さえも納得していないと述べ、 イエスのすべての肖像画が、学者の一部のグループによる批判の対象となっていると述べている。ヨセフス主な記事、イエスに関するヨセフス・フラウィウス・ヨセフスの、ユダヤ古代史のページ。一世紀のローマ市民権を得たユダヤ人歴史家、フラウィウス・ヨセフスの著作には、イエスとキリスト教の起源への言及が含まれている。西暦93年から94年頃に、 執筆されたヨセフスのユダヤ古代史第18巻及び第20巻に2つのイエスへの言及が含まれている。2つの証言のうち20巻のイエスの兄弟、ヤコブの一説は学者がイエスの存在を支持するために使用し、18巻のフラウィウス証言はイエスの卓系に言及している。ヨセフスのヤコブの一説は歴史的人物としてのイエスの存在と、 彼の同時大臣の何人かが彼をメシアとみなしたことを証明している。バート・ディアーマンによれば、ヨセフスのイエスについての箇所は、キリストを救世主と呼んだことも含めて、キリスト教の社本筆者者によって変更されている。ヤコブの一説の信憑性に対するテキストの議論は、ヨセフスにとって、クリストスという用語の使用が珍しく思われることに、ある。 文書内のテキストの流れに基づく議論は、イエスについての言及が、バプテスマのヨハネの前に、ユダヤ古代史に現れたことを考えると、キリスト教の改ざん者はそれを挿入して、ヨハネの前のテキストに、イエスを配置した可能性がある。ヤコブの一説の信憑性に対する、さらなる議論は、イエスへの言及がなくてもよく読まれたであろうということで、ある。 この箇所はエルサレムでのイエスの兄弟ヤコブの死を扱っている。ヨセフスの著書はイエスという名前が少なくとも二十人の異なる人物を指しているが、このイエスがキリストと呼ばれた人物であることをこの一節は明記している。ルイス・フェルドマンはこの文章は他の文章よりもヨセフスがイエスについて何かを言ったことを示していると述べている。現代の学問では ユダヤ古代史第20巻第9章1章で言及されているキリストと呼ばれたイエスの兄弟の名前はヤコブといったの信憑性をほぼ一般的に認めており、そしてそれはヨセフスのキリスト教への言及の中で最高レベルの信憑性を持っていると考えている。フラビウス証言はヨセフスが ローマ当局の手に渡ったイエスの有罪判決と卓形について説明しているユダヤ古代史第18巻の第3章3にある一節に付けられた名前である。学者たちはピラトによるイエスの処刑の道中での言及の全体的または部分的な信憑性について異なる意見を持っている。一般的な学術的見解ではフラウィウス証言は全体として 本物ではない可能性が非常に高いが、もともとはピラトによるイエスの処刑に言及した神聖の核から構成され、その後キリスト教の改ざんを受けたと広く合意されている。キリスト教の編集の正確な性質と範囲は不明なままだが、ヨセフスによる証言の元のテキストがどのようなものであったかについては幅広い同意が得られている。20年前に書かれた ユダヤ戦記など、ヨセフスによる他の作品では、ユダヤ古代史に見られる参考文献に対応するテキストはないが、一部の学者は、その欠如について、ユダヤ古代史がより長い期間をカバーしていることや、ユダヤ戦記とユダヤ古代史の執筆との間に20年のギャップがあったため、ローマではキリスト教徒の重要性が高まり、ユダヤ古代史で注目された。 新約聖書の記述とヤコブの死に関するヨセフスの陳述の間には多くの変化がある。学者たちは一般にこれらの変化をヨセフスの一説が改ざんではないことを示していると考えている。なぜなら改ざん者はキリスト教の伝統にそれらを対応させる可能性が高いからである。ロバート・アイゼンマンはヤコブがイエスの兄弟であるというヨセフスの証言を裏付ける。 数多くの初期キリスト教の情報源を提供している。タキトゥス主な記事、キリストに関するタキトゥスイタリアのエンポリに保管されているタキトゥスの作品の1598年版のタイトルページ。タキトゥスは、ローマの歴史家や上院議員、彼の実行によってピラトとの存在初期のキリスト教と、彼の最後の仕事で、ローマの資料、第15巻。 第44章関連する箇所は次の通りです。大衆によってクリスチャンと呼ばれました。その名前の由来となったクリストゥスは、私たちの検察官の一人であるポンティウスピラトゥスの手によってティベリウスの治世中に極度の罰を受けました。学者たちは一般にポンティウスピラトによるイエスの処刑に対するタキトゥスの言及が本物であり、 他の歴史的記録と一致する初期キリスト教についての独立したローマの情報源としての歴史的価値の両方であると考えています。ウィリアム・ウェル・ポーティエはタシトゥス・ジョセフスによる言及とプリニー・アンガーによるトライアヌス皇帝への手紙の一貫性は3つすべてのアカウントの有効性を再確認すると述べています。タキトゥスは 愛国的なローマの上院議員であり、彼の著作はクリスチャンに対する同情を示していません。アンドレアス・コステンバーガーと個別に、ロバート・イーバン・フォールストは、クリスチャンへの道の口調は、非常に否定的であり、クリスチャンの筆記者が書いたものではないと述べています。結論は、ジョン・ P ・マイヤーによって共有されました、ロバート・イーバン・フォールストは、すべてのローマの作家の中で、 タキトゥスはキリストについて最も正確な情報を私たちに提供してくれると述べています。ジョン・ドミーニククロさんはイエスが存在し十字架につけられたことを立証する上で重要な一節であると考え次のように述べています。その基本的な事実、バート・ディ・アーマンは次のように述べています。エディとボイドはタキトゥスがキリストの貼り付けの非キリスト教的確認を提供する。 ことが現在、確実に確立されていると述べています。大多数の学者はそれを本物であると考えていますが、タキトゥスが生まれたことを考えると、イエスの死から二十数年、一部の学者はこの不死の信憑性に疑問を投げかけています。一部の学者は、タキトゥスが彼の情報の出生を明らかにしていないことを考えると、その一節の歴史的価値について議論しています。 ゲルセ戦とアネット・メルツは、タキトゥスが以前私たちに失った初期の歴史的作品を時々利用していたと主張し、この場合彼はローマのアーカイブからの公式情報源を使用した可能性があります。しかし、タキトゥスが公式な情報源からコピーしていた場合、一部の学者は彼が検察官というよりも、むしろ知事としてピラトを正しくラベル付けしたと期待するでしょう。 タイセント・メルツは、タシトゥスが、キリスト教に対する広範な偏見の説明と、クリストスとキリスト教についてのいくつかの正確な、詳細を与えており、その出所は不明のままであると述べています。しかし、ポール・アール・エディは、上院議員としての彼の立場を考慮すると、タキトゥスも当時のローマの公式文書にアクセスできた、可能性が高く、他の情報源を必要としなかったと述べています。 マイケル・マーティンは、タナルキウスが、本物のローマの文書で、メシアという言葉を使用しなかったという理由で、このアマルの聖句の信憑性にも意義が唱えられていると指摘している。ウィーバーはタキトゥスが、クリスチャンの迫害について話したが、他のクリスチャン著者が、この迫害について100年間書いたことはないと指摘している。ホテマは、この一説は彼らの仕事において、 彼らにとって非常に有用だったであろうが、この一説は15世紀までどの教会の父親も引用していなかったと指摘している。そしてその箇所はローマのクリスチャンが群衆であることに言及しているが、当時のローマのクリスチャン回収は実際には非常に小さかったであろう。リチャード・キャリアはその言及がクリスチャンの内差しであり、タシトゥースはクレスティアンズを キリスト教とは無関係の別の宗教団体として言及することを意図したという考えを提案しました。ただし、大多数の見解では、これらの用語は同義語です。学者たちはまた、タキトゥスの参考資料で伝文の問題について議論しました。チャールズ・ギニエバートは、その可能性がある限り、この箇所は全く価値がありませんと主張しました。RT、フランスは、 タキトゥスの通過は、せいぜいタキトゥスがクリスチャンを通して聞いたことを繰り返すだけであると述べています。しかし、ポール・アール・エディは、ローマの卓越した歴史家として、タキトゥスは一般に彼の情報源をチェックすることで知られており、ゴシップを報告する習慣がなかったと述べています。タキトゥスは、ローマの外国の宗教カルトを監督する義務のある、 司祭の評議会であるクインディシンバー・アイ・セイクリス・フェイシャンデスのメンバーでした。バンボールストが指摘しているように、彼の仕事を通じて、キリスト教の起源についての知識を身につけていたと仮定するのが合理的です。主な記事、イエスに対するマラ・バーセラピオン・マラ・バーセラピオンは、シリアのローマ州出身のストイックな哲学者でした。起源年から世紀の間に、 マーラは息子に手紙を書きました。この手紙には、キリスト以外の初期のイエスの貼り付けについての言及が含まれている可能性があります。この書簡は、3人の賢人の不当な扱いに言及しています。ソクラティスの殺害、ピタゴラスの萌え、そしてユダヤ人の賢い王の処刑です。著者は3つのケースすべてにおいて、不正行為は、 神からの責任者の将来の罰をもたらし、賢人が抑圧されたとき、彼らの知恵は結局勝利するだけでなく、神は彼らの抑圧者を罰することを説明します。手紙には、キリスト教のテーマは含まれておらず、作者は異教徒であると推定されています。一部の学者は、ユダヤ人の賢明な王の処刑への言及を、初期の非キリスト教的なイエスへの言及とみなしています。 手紙の非キリスト教的起源を支持する基準には、ユダヤ人の王は、キリスト教の称号ではなかったという観察や、彼の教えの知恵に基づいてイエスが生きているという、手紙の前提は、キリスト教の概念と対照的であるという観察が、含まれていますイエスが彼の復活を通して生き続ける。ロバート・バンフォールストのような学者たちは、ユダヤ人の王の処刑への言及が、 キリストの卓形についてであることに疑いの余地はないと考えています。クレイグ・エイヴァンスは日付が不明確であり参照の曖昧さの可能性があることを考えると手紙の価値は低くなります。主な記事、クリスチャンに関するスエトニウス1540年のスエトニウスの12のシーザーの生活ローマの歴史家、スエトニウスは彼の著作12のシーザーの生涯で初期のクリスチャンと その指導者に言及しました。参考文献は、ローマ皇帝クラウディウスとネロの生涯を説明するクラウディウス二十五とネロ十六に登場します。ネロ十六の不死は、ネロによる人権侵害に言及しており、彼がクリスチャンにどのように罰を課したかについて言及しています。これは一般的に西暦六十四年頃に遡ります。この一節はクリスチャンにとって スエトニウスの明らかな侮辱を示しています。タキトゥスとプリニーが彼らの著作で若いことを表明したのと同じ侮辱ですがイエス自身については言及していません。クラウディウスの初期の箇所にはイエスへの言及が含まれている可能性がありますが学者の間で議論の対象となっています。クラウディウス25ではスエトニウスはクラウディウスによる ユダヤ人の追放について言及しており、次のように述べている。ユダヤ人は、クレストスの先導で絶えず騒動を起こしたので、彼は彼らをローマから追放した。クラウディウス25の言及には、クラウディウスによるローマからの一部のユダヤ人の追放に、繋がったユダヤ人コミュニティの先導が含まれており、首都原稿録首都原稿録で言及されたのと同じ出来事であると考えられます。 ほとんどの歴史家はこの追放を西暦49から50年頃としています。スエトニウスはクリスチャンのリーダーをクレストゥスと呼びます。タクトゥスが使用する用語でもあり、ラテン語の辞書ではクリストゥスのバージョンと呼ばれています。しかし、スエトニウスが用いた言葉遣いは混乱の時にクレストゥスが生きていてローマのユダヤ人を先導していたことを意味しています。これは、 彼の言及の歴史的価値を全体的に弱め、イエスへの言及としてのその価値についての全体的な学術的合意はありません。しかし、スエトニウスの混乱はまた、キリスト教の筆記者がユダヤ人をキリスト教徒と混同しなかったので、キリスト教の内差しの欠如を示しています。ほとんどの学者は参照でイエスが意味されていて、言及された騒動は、 ローマでのキリスト教の拡大によるものであったと想定しています。しかし、学者たちは、スエトニウスの参考文献の価値について意見が分かれています。クレイグ・エイヴァンス、ジョン・ P ・マイヤー、クレイグ・エス・キーナーなどの一部の学者は、それをイエスへの言及の可能性があると考えています。スティーブン・ベンコや、エイチ・ディクソン・スリンガーランドなどの他の人は、 歴史的価値がほとんどないか全くないと考えています。メナヘムスターンは、スエトニウスは、間違いなく、イエスに言及していたと述べています。なぜなら、もし彼が未知の核反旗を意味していたなら、彼は、クレストスに、ある種の、を加えたであろうからです参照。タルムードのイエスとイエス12世紀のサンヘドリンのページロイクリンコーデックスタルムードバビロニアの、タルムードには、イエス。 イエスの釣り、ベンスタだ、ベンパンデラという用語を使用したイエスへの言及が含まれる場合があります。これらの参考文献のいくつかはおそらく単な文字時代に遡ります。いくつかのケースでは、言及がイエス、または他の人々に関するものであるかどうか、そして学者たちは彼らの歴史的価値、そしてもしあれば、どの言及がイエスに関するものであるかを正確に議論し続けています。 ロバート・バンフォールストは、イエスが一世紀の間にユダヤ人にとって目立った問題ではなく、70年にエルサレムの包囲によって引き起こされた後輩の後、ユダヤ人の学者たちは、キリスト教に多くの注意を払うのではなく、ユダヤ教そのものを維持することに焦点を当てています。ロバート・アイゼンマンは、ナザレではなく、ナジライトを示ししているため、ナザレのイエスのハノッツリからの派生は、 語源から不可能であると主張している。バンボールストはタルムードの様々な箇所で誰が言及されたのかは学者の間で議論の余地があるが、サンヘドリに 43A の場合、イエスは参考文献自体からだけでなく、それを取り巻く文脈からのパッセージの主題、そしてそれがナザレのイエスの死に言及していることは疑いの余地はない。クリストファー・ M、タケットは サンヘドリン 43A の死の物語が、ナザレのイエスに言及していると認められれば、イエスの存在と処刑の証拠を提供すると述べています。アンドレアス・コステンバーガーは、この不死は、杉越祭りでのイエスの裁判と死についての単ナ派の言及であり、タルムードでのイエスについての他の言及よりも早い、可能性が高いと述べています。この一説は、 ラビの間でのイエスに対する敵意を反映しており、次のテキストが含まれています。それは教えられています。杉越祭りの前夜に、彼らはイエスをかけ、そして、クライアーは40日間前に出て、イエスは、魔術を実践し、イスラエルを誘惑し指導するために投石されるだろうと、宣言しました。彼をクリアする、何かを知っている人は誰でも出て、彼を無罪にするべきだと語った。 しかし、誰も彼を非難するものはなく、杉越祭りの前夜に彼を吊り下げた。ピーター・シェイファーは、タルムードでのイエスの処刑の物語が、ナザレのイエスに言及していることに、疑いの余地はないが、問題のラビ文学は単な派ではなく、後のアモラキからのものであり、クリスチャンを利用した可能性があると述べています。福音書、そしてそれらへの応答として書かれているかもしれません。 バート・アーマンと別にマーク・アラン・パウェルは、タルムードの言及が非常に遅いことを考えると、生前のイエスの教えや行動について、歴史的に信頼できる情報を提供することはできないと述べています。二世紀初頭のラビ文学の別の言及は、ヘビに噛まれたが、法に違反していたために、別のラビによってイエスの名での癒しを拒否され、ゆえに死去したラビエレザールベンダマについて、 言及していますこの一説は、イエスの初期のユダヤ人反対者の態度、つまり彼の奇跡は悪の力に基づいていたという態度を反映しています。タルムードのいくつかの言及の価値に疑問を投げかける、エディとボイドは、歴史的なイエスの研究に対するタルムードの重要性は、イエスの存在を決して否定しないが、彼の魔術を非難し、 間接的に彼の存在を確認することであると述べています。RT フランスと個別に、エドガー・ v マックナイトは、キリスト教の記述とそれらの否定的な性質からのタルムード生命の相違は、彼らが存在した人物についてのものであることを示していると述べています。クレーグ・ブロムバーグは、イエスの存在の否定は、ユダヤ人の伝統の一部ではなかったと述べ、代わりに彼を、 魔術師および魔術師であると非難し、セルサスなどの他の情報源にも反映された。アンドレアス・コステンバーガーは、タルムードの参考文献から引き出すことができる全体的な結論は、イエスはユダヤ人の伝統によって否定されたことのない歴史上の人物であり、その代わりに信用を失ったことにあると述べています。主な記事、キリスト教徒と司会の巻物に関する、 プリニーザ・ヤンガー・ポントス・とビ・チュニアの州知事であるプリニーザ・ヤンガーはトライアヌス皇帝に宛てた手紙を書きました。天皇を崇拝することを拒否し、代わりにキリスト教を崇拝したクリスチャンにどう対処するかに関する百十に。一世紀に福音派のイエスがガリラヤに住んでいたことを疑わないチャールズ・ギネベールは それでもこの手紙を歴史的なイエスの容認できる証拠として却下しましたタラスはほとんど知られておらず、その著作はどれも生き残っていないが、エウセビウスが言及した紀元前1世紀半ばから後半にかけての歴史を書いたとされている。セクストゥス・ユリウス・アフリカヌスは C221 を書いており、歴史の3冊目の参考文献を3つの福音書の 貼り付けの記述に記述されている暗闇の期間に関連づけています。タラスが貼り付けの説明に言及したかどうかは不明です。もしそうなら、それは福音のエピソードへの最も初期の非標準的な言及ですが、イエスの歴史性を決定する上でのその有用性は不確かです。タラスの出会いは第207回オリンピアードの出来事について書いている彼に依存しています。 つまり、彼はその日付以降ではなく、その日付以降に書いたことになります。これは、テキストが破損していることに依存します。つまり、タラスが217回目のオリンピック、または167回目のオリンピックの後でさえも、書いている可能性があります。彼は、テオフィルスによって最初に参照され、紀元前180年頃に執筆しました。これは、タラスが、 紀元前109年から紀元前180年の間にいつでも書いた可能性があることを意味します。私たちが知っているのはタラスが日食について言及したことだけです。杉越祭りでは日食は不可能であるためタラスはイエスの貼り付けについて全く話していませんでした。フレウスのフレゴニ AD80140 タラスと同様にジュリアスアフリカヌスは フレゴンという歴史家が AD140 の周りの歴史の記録を書いたと述べています。彼は次のように記録しています。フレゴンはティベリウスカイサルの時代に満月で6時間目から9時間目までの完全な日食がありました。フレゴンはまたオリゲンからも研究されています。イエスは将来の出来事についての知識。しかし、 結果が彼の予測に対応していることも証言した。そして、その当時イエスが十字架につけられたと思われる、ティベリウスカエサルの時代の日食と、その後起こった大地震について、イエスは生きている間、自分自身には何の助けもありませんでしたが、彼は死後に起き、罰の痕跡を示し、手が釘で突き刺されたことを示しました。しかし、クロニコンのエウセビオスは、フレゴンが、 地語的に言ったことを記録しています。今、第202オリンピアード 32AD の4年目に6時間、正午に大きな日食が発生し、それまでに最高の日がありました。天国で見られ、地球はビティニアに移動し、二階屋の街の多くの建物を倒しました。フレゴンはイエスや三時間の暗闇について決して触れません。彼はまた、 杉ぎし祭りでは起こり得ない日食についても言及しています。年を除いて、この説明は、トルコ北西部で、西暦29年11月に発生した地震と日食に当てはまります。フィロ西暦40年以降に死去したフィロは、一部の使徒たちに再び見られた特定の考え方や言い回しに当てる光にとって、主に重要です。エウセビウスは、フィウスが、 カイウス皇帝への任務中に、ローマでピーターに会ったという伝説を確かに保存している。さらに、瞑想的な人生に関する彼の作品では、エッセネ派やセラピューテ派の人生ではなく、アレクサンドリア教会の人生を表現している。しかし、フィロが前述の伝説に、歴史的根拠を与えるのに、十分なほどイエスとその信者のことを聞いていたということは、ほとんどありません。 ケルスス2世紀後半のケルススの執筆は、キリスト教に対する最初の本格的な攻撃をもたらしました。ケルススの文章は存続していませんが、3世紀にオリゲンはそれに変身しました。ケルススの著作で知られているのは、オリゲンの応答によるものです。オリゲンによれば、ケルススはイエスを魔術師であり、魔術師であると非難した。セルサスの発言は、 価値があるとみなされるかもしれませんが、元の執筆の文言を調べることができないことを考えると、それらには歴史的な価値はほとんどありません。司会文書、司会文書はイエスの時代の一部のユダヤ人の言語と習慣を示す一世紀以上の著作です。ヘンリー・チャドウィックなどの学者たちは、新約聖書や司会文書に記録されている同様の言語や視点の使用を 新約聖書が報告する最初の世紀を描写し、後の時代の産物ではないことを示す上で貴重で、あると考えています。しかし、司会の巻物とイエスの歴史との関係は、非常に論争の的となっている理論の主題であり、新しい理論が出現し続けていますが、それらの有用性にもかかわらず、イエスの歴史への影響についての学術的な合意は、ありません。 一世紀のユダヤの伝統に光を当てている巻物、以下の情報源には意義が唱えられており、歴史的価値は限られています。ヤコブの納骨堂を主な記事、ジェームズは修理一世紀の石灰岩の埋葬箱があり、アラム語でジェームズ、ヨセフの息子、イエスの兄弟と記された、ヤコブ納骨堂として知られています。碑文の信憑性は、イスラエル警察に異議を申し立てた。 イスラエル古美術管理局によって意義が申し立てられました。2012年、納骨堂の所有者は無罪であることが判明し、裁判官は納骨碑文の信憑性がいずれの方法でも証明されていなかったと決定した。それは偽造であることが示唆されています。様々な本、回想録、物語が初期のクリスチャンによってイエスについて書かれました。最も有名なのは マタイ、マーク、ルーク、ジョンの福音書です。すべてが、これらの一つは、イエスの死の50から70年以内に書かれていると、考えられているマルコによる、福音書は、最も初期の、そして最後であると考えられ、ヨハネの福音書。ブレイニーは、初期キリスト教によって書かれた最古の記録はによって、短い手紙であるとカイセントポール、テサロニケの信徒への手紙一。 イエスの死後25年程度登場しました。この手紙は全体的なキリスト教の発展のための問題を説明するのに重要ですが、歴史的なイエスの人生を理解するための重要性をほとんど含んでいません。バート・アーマン、ロバート・アイ・ゼンマン、そして伝統的なキリスト教の見解に批判的な他の人々は歴史的なイエスの研究の実施に伴う問題を評価する上で、 福音書は矛盾に満ちているといい、イエスの死後数十年、イエスの出来事を目撃したことのない著者たちによって書かれました生活。彼らはさらに、福音書は彼らが語る出来事に、同時代の目撃者ではなく、イエスを知らず、彼がしたことを何も見なかったか、彼が教えたことを聞いて、そして著者たちも共有しなかった人々によって書かれたと言いますイエスとの言語。 彼らが作成したアカウントは無関心ではありません。それらは実際にイエスを信じたクリスチャンが作り出した物語であり、彼らの偏見に照らして物語を傾けることから免れませんでした。エールマンはテキストは広く一貫しておらず、詳細とイエスのあり方のより大きな肖像画の両方における矛盾と矛盾に満ちていると指摘しています。主要な記事。 パウロの手紙外観パピルス46の二人のコリント人のページ CAD200 キリスト教の情報源の文脈では、たとえ他のすべてのテキストが無視されたとしても、ポーリンの手紙はイエスに関するいくつかの情報を提供することができます。この情報にはイエスの生涯の物語は含まれておらず、イエスの人としての存在について言及していますが、貼り付けによる死を除けば、 特定の項目をほとんど追加していません。この情報は信憑性に異論がないパウロの手紙からのものです。パウロはイエスの伴侶ではなく、彼の情報はイエスの死後に獲得した精霊から来ていると主張しています。パウロの名前が書かれた13通の手紙のうち7通はほとんど全ての学者によって申請であると考えられており、他の手紙は一般に 偽写本とみなされています。七つの明白文字である、1テサロニケ、フィリピ、フィレモン、1本のコリント、ガラテア人、コリント人2人、ローマ人。これらの手紙の信憑性は、ほとんどすべての学者に受け入れられており、オリゲンやユーシビウスなどの初期の著者によって参照及び解釈、されています。パウロの書簡は、一般的に、AD50 から AD62、 日付が記載されていることを考えるとイエスについての情報を含む最も古い現存するキリスト教のテキストです。これらの手紙は一般に認められたイエスの死の期間からおよそ20年から30年後 AD3036 頃に書かれました。この手紙はパウロがイエスの弟子たちとの出会いを記録した時に書かれたものです。ガラテ屋1時18分は パウロが回収してから3年後、エルサレムに行き、シトペテロと15日間滞在したと述べています。ブエツによると、この間、パウロはユダヤ人のアイデンティティを決定する重要な特徴であるユダヤ教の食料制限と割礼を守ることの重要性に関してイエスの兄弟ジェームズとのイエスのメッセージの性質に異議を唱えました。しかしながら、新約聖書の物語は、 彼らがその時に議論したことについての詳細を述べていません。その会議から14年後、パウロはエルサレム公会議の一環として彼の教えが正当派であることを確認するためにエルサレムに戻りました。パウロの手紙はイエスの生涯の物語を提供することを意図したものではなく、キリスト教の教えの解説として書かれたものです。パウロの見解ではイエスの地上の生活は 彼の死と復活という進学よりも重要性が低く、ポーリンの著作に浸透するテーマでした。しかし、ポーリンの手紙は、ポールイエスが実在の人物、ユダヤ人であり、弟子であり、十字架につけられ、死者から復活した人。そして、手紙は、イエスが存在し、十字架につけられ、死から蘇られた初期の違法人、キリスト教会の一般的な概念を反映しています。 パウロによるイエスへの言及自体はイエスの存在を証明するものではありませんが、彼らはイエスの存在が初期のクリスチャン内で受け入れられた規範であることを証明しています。イエスの死から30年後、彼と知り合うことができたはずの人々がまだ生きていたかもしれません。特定の参照を広く信頼されているとされる7つのパウロ書簡には次の情報が含まれています。 これらの情報は他の歴史的要素とともにイエスの歴史性を研究するために使用されています。パピルス27から3世紀初頭のローマ人への手紙のコピーパウロ書簡におけるこれらのイエスへの言及のみの存在はその見解を共有する他の学者がいないことを知っていたと述べ他のほとんどの学者はパウロが彼の手紙にイエスの生涯の物語を含めなかったという事実に ついて他のより説得力のある説明を持っていた。これらは主に、初代教会で、イエスの生涯がよく知られていた時代の、歴史的記録ではなく、主に宗教文書として書かれていました。段は、ウェルズの議論にもかかわらず、イエスの非存在の理論は、完全に死んだ論文であると述べています。ジェームズ DG ンは、ウェルズの発言に言及し、 その見解を共有する他の学者がいないことを知っていたと述べ、他のほとんどの学者は、パウロが彼の手紙にイエスの生涯の物語を含まなかったという事実について他のより説得力のある説明をしました。これらは初期の教会でイエスの生涯がよく知られていた時代の歴史的記録ではなく、主に宗教文書として書かれていました。断はウェルズの議論にもかかわらず、 イエスの非存在の理論は完全に死んだ論文であると述べています。ウェルズはもはやイエスの存在を否定していませんが、彼は沈黙からの彼の議論はポールだけでなくすべての初期のクリスチャンの著者に適用され、彼はポールのためにそれを維持し、初期のクリスチャンのテキストについてはまだ低い意見を持っていると述べ、段に答えましたイエスは、 何十年も前から存在していたかもしれません。パウロ前の心情をもっと詳しく、クリード・パウロの手紙は時々彼らの著作より、前の心情や信仰の告白を指しています。例1コリント15、34は次のように書いています。聖書によると、ローマ1、3から4は、その直前のローマ1、二を指し、既存の福音に言及しており、 事実、それを以前の心情として扱っている可能性があります。パウロハ以前の伝統を特定するための鍵の一つは、コリント第115時11分それでも私であろうと、彼らであろうと、私たちは説教し、そしてあなた方は信じていた。ここでパウロは心情を説教した彼の前の人たちを指しています。ジェームズ・ダンは、1コリント人15、3は、 30年代にパウロが数年前にイエスの死について教えられたことを示していると述べています。したがってパウロ文字には以前の起源のキリスト教信条要素が含まれています。信条の古さはエルサレムの使徒コミュニティに橋を発するイエスの死後10年未満まで多くの聖書学者によって位置づけられてきました。カンペンハウゼンはこの信条に関してこの記述は そのようなテキストから作られる可能性のある歴史的、信頼性のすべての要求を満たしますと述べた一方で、AM ハンターは、この箇所は独特で初期の検証可能な証言を保存しています。それは歴史的な信頼性のあらゆる合理的な要求を満たします。これらの心情は、イエスの死から数年以内に遡り、エルサレムのキリスト教共同体の中で発展しました。これらの心情は、 新約聖書のテキストに埋め込まれていますが、初期キリスト教の明確な情報源です。これは、イエスの存在と死が、キリスト教の信念の一部であったことを示しています。彼の死から数年後、ポーリン書館の執筆より10年以上前のことです。参照、歴史的イエス、相関問題、及び、正規福音書の歴史 P52、コーデックスからのパピルスの断片であり、 新約聖書の最も古い写本の一つです。マッシュー、マーク、ルカ、ジョンの四つの標準福音書はイエスの生涯の伝記、彼の教えと行動の主要な情報源です。これらの三つはギリシャ語のシグマニュートプサイイオタから相関的ゴスペルとして知られています。配置、言語、段落構造。第四の正規福音書、すなわちジョンは物語の形式というよりは 主題的な性質を持っているという点でこれら3つとは異なります。学者たちは概して相関的な福音書とヨハネの福音書との間に直接的な文学的関係を見つけることは不可能であることに同意しています。新約聖書の著者は一般にイエスの絶対的な年代学にまたは彼の人生のエピソードを 時代の世俗の歴史と同期させることにほとんど関心を示しませんでした。福音書は主に初期のキリスト教の文脈で神学的な文書として書かれ、年代順のタイムラインが二次的な考慮事項としてありました。福音書が歴史的記録ではなく神学的な文書であることの一つの兆候はテキストの3分の1を経った7日間、つまり、 エルサレムでのイエスの生涯の最後の週に捧げていることです。福音書は正確な日付に関する現代の歴史家の要求を満たすのに十分な詳細を提供していませんが、学者はイエスのいくつかの肖像画を再構築するためにそれらを使用しました。しかし、ヨハネ21時25分で述べられているように、福音書はイエスの生涯の出来事の完全なリストを 提供するとは主張していません。学者たちは、福音書の記述の歴史的信頼性について様々な程度の確実性を持っています。そして、その歴史性が学者の間でほぼ普遍的な合意の対象となっている、唯一の二つの出来事は、イエスのバプテスマと貼り付けです。以下のような学者 EP サンダースと別に、クレーグレー・エイバンスがさらに進み、福音書では、 他の二つのイベントはイエスがあること、すなわち歴史的日程であると家庭弟子と呼ばれ、そして生じた寺で論争を引き起こしました。アウグスティヌスの仮説以来、学者たちは、福音書が書かれた順序とそれらが、どのように相互に影響を及ぼしたのかについて、議論を続けており、いくつかの仮説が存在します。例えば、マルカンの優先順位仮説には、 マルコの福音書が最初に書かれた C70CE。このアプローチでは、マシューはこの日付の後のある時点に置かれ、ルカは西暦70年から100年の間に書かれたと考えられています。しかし、競合するより一般的な旧ソース仮説によれば、福音書は独立して書かれたのではなく、旧と呼ばれる一般的なソースから派生したものです。次に、 二つのソースの仮説は、マシューの作者がルークは、マルコの福音書と旧をもとに描いた福音は三つの別々の線を持っていると見ることができます。テキストの観点からそれを見る文学的な線。第二に、キリスト教がユダヤ教内の更新運動として始まり、最終的にそれから分離した方法を観察する歴史的な線。そして最後に、クリスチャンの教えを分析します。 歴史的観点では、福音は単にイエス自身の源としてのイエスの存在を確立するためだけに使用されるのではなく、その内容が非キリスト教の源及び歴史的文脈と比較され、対象されてイエス。返されあのエウセビウスヒエラポリスのパピアイエスとの目撃者の出会いに関連する可能性のある二つの可能性のある愛国的な情報源は4世紀に カイサリアのエウセビウスによって報告された、パピアスとクアドラトゥスの初期の言及です。パピアスの作品は生き残っていませんが、エウセビウスは彼をこう言っていると引用しています。もし偶然に長老たちに出席していた人が私のところに来たなら、私は長老たちの言葉、つまり、アンドリューか、ピーター、フィリップ、トーマスかジェームズ、あるいはジョン、マッシュー、その他の主の弟子たち。 そして、主の弟子であるアリスティオンと年長のジョンは何でも、言っていた。リチャード・バウカムは、パピアスが彼の情報を収集していた間、アリスティオンと年長のヨハネはまだ生きていて、未成年のアジアで教えていました。しかし、ヨハネ長老の正確なアイデンティティは、ヨハネの福音書の著者に関する議論で巻き込まれており、学者たちはそれについて異なる意見を持っています。ジャック・フィネガンは、 エウセビウスがパピアスが書いたことを誤解している可能性があり、長老のジョンは第4の福音書の著者とは別の人物であり、それでもイエスの弟子であると述べています。一方、ゲイリーバージはエウセビウスの側に混乱を感じており、長老のジョンを死とヨハネとは異なる人物であると考えています。 ハドリアヌス帝へのクアドラトゥスの手紙は早い日付である。可能性が高く、エウセビウスが彼の教会歴史 4.3? にで次のように述べていると報告している。私たちの救い主の言葉は常にありました。彼らが本当だったからです。癒された人、死から蘇った人、癒されたり、起こされたりする行為に見られただけでなく、常にいるだけでなく、救世主が地上に住んでいた時だけでなく、 彼が去った後もしばらくの間その一部は私たちの時代まで生き残ったのです。私たちの救い主とはクアドラトゥスとはイエスを意味し、その手紙はおそらく西暦124年以前に書かれています。バウカムは私たちの時代までに彼が書いた時ではなく彼の初期の人生を指すかもしれないと述べています。バッカムはクアドラトゥスに起因する生命の重要性は イエスとの対話に対する証言の目撃者の性質を強調することであると述べています。そのような目撃証言は信仰を与えるために初期のクリスチャンの著作、特に偽名のクリスチャンの外典、福音書館にたくさんあります。参照、グノーシ質主義の福音書と新約聖書の外典通常に世紀以降の多くのキリスト教のテクストが 新約聖書の外典として存在しており、その中でグノーシス派の福音書が最近学者の間で大きな関心を集めています。1945年に、ハマディ図書館が発見されたことで、学術的な関心が高まり、現代の学者の多くは、グノーシス派の福音書を研究し、それらについて書いています。しかし、21世紀の学者の間の傾向は、 グノーシス派の福音書が初期のキリスト教の信念の進展に光を当てるかもしれないが彼らがかなり遅れているという点でイエスの歴史の研究に貢献することはほとんどないことを受け入れることです文章は通常ことわざで構成されその信憑性と著者は疑わしいままでありそれらの様々な部分は新約聖書の構成要素に依存しています 歴史的なイエスについての現代の研究の焦点は、グノーシス派の書物から離れ、ユダヤ人、グレコローマン人、及び世紀のキリスト教の情報源の比較に向けられてきました。一例として、バート・アーマンは、トマスの福音書の不加値論的著作は、歴史的なイエスの研究ではほとんど価値がないと述べています。貼り付け、または信者の肉体的存在であり、 肉体的な出来事ではなく、イエスの秘密の教えにのみ興味を持っていました。同様に、ジョンのアポクリフォンは、第2世紀に支配的な態度を研究する上で、有用であった、と著者についての質問刑事の書は、それが参照することを考えると目白録午前1時19分。しかしです。主に、イエスの焦点後の教えについてのビジョンであり、彼の人生の物語ではありません。 エドワード・アーナルなどの一部の学者は、トマスの福音書は、イエスの教えが初期のクリスチャンの間でどのように伝えられたかを理解するのに引き続き有用であり、初期のキリスト教の発展に光を当てると主張します。外典のテキストでのイエスのことわざとキリスト教の聖典の文章には重複があり、聖典のテキストにないものはアグラカと呼ばれます。少なくとも225の アグラファがありますが、それらを研究したほとんどの学者は、それらのほとんどの信憑性について否定的な結論を導き、歴史的なイエスの研究に、それらを使用することにはほとんど価値がないと考えています。ロバート・ファン・ボーストは、アグラファの大部分は確かに信頼できないと述べています。学者は、本物のアグラファの数が異なり、 200を超えるものの中で推定されるものは7つから、低いものもあれば18ものものもあり、それらを全く価値のないものにしています。外転的なテキストの研究は続いていますが、一般的な学術的見解では、期限が不明確であることが多いため、イエスの歴史の研究にはほとんど何も提供されておらず、ほとんどの場合、価値の低いドキュメントです。ありがとうございます。